はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。宮廷大ウィーク3日目は名古屋大学ということで、ゴールデンウィーク期間は河野塾イズム塾長である僕が毎日旧帝国大学の最新年度の入試を丸1年分実況プレイしていきます。ゴールデンウィークってつい気が緩んでしまいますよね。でも受験生の方は休みは関係ないので、気を引き締めて頑張っていきましょうね。宮廷大の問題は両問難問揃いであるということは言わずもがなだと思いますが、今日もその入試問題をワクワク楽しんで実況プレイしていきます。実況プレイって何かっていうと、僕がね初見の問題を解きながらただね思ったことを話していくっていう内容なんですけど、そもそも入試問題を解くのってゲームみたいで楽しくないですか？だって勉強を通して集めてきた武器を使って入試問題っていう敵をね試行錯誤しながら倒していくのって完全にゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね初見の問題にどういう風にアプローチして対処しているのか、その思考プロセスを皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2024年名古屋大学の理系数学。名古屋大の数学は4問で150分なので、1問に約40分かけられるぐらい、もう1問1問が重いんですよね。骨のある難問が多いことでも知られているので、正直解ききれるか不安ではありますが、気合い入れて実況プレイしていきます。はい、それでは名古屋大学の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から、数3の問題かな。関数 fx イコールルート x プラスルート x 分の2に対して y イコール fx のグラフを c とする。で、括弧1が極値を求めようって書いてあるわけだから、まあ当然極値は微分ですよね。もう何も考えずに微分してあげればよくて、f プライム x は、ルート x の微分は2ルート x 分の1。まあこれはね、別に覚えてなくてもいいんですけど、覚えてた方がちょっと得ですね。いろんなところで出てくるから。で、ルート x 分の2が、x のマイナス2分の1乗って考えると、マイナス x のマイナス2分の3乗。だから、マイナス x ルート x 分の1っていう風にしてあげれば、まあ通分が簡単にできて、x-2 か。で、まあ x が正なので、まあ当然分母は0より大きい。ということで、x-2 の増減だけ考えればいいから、まあ負からプラスに変わって、だから極小値になりますね。x イコール2の時、極小値。x イコール2代入すると、ルート2たすルート2、2ルート2っていうか、これあれですね、相加相乗平均の不等式みたいな形になってるから、極小値が2ルート2っていうのは容易に想像つきますね。x イコール2の時と。OK。まあ、カッコ1番はいいでしょう。で、カッコ2が、x 軸上の点 P から C にちょうど2本の接線を引くことができるとする。そのような実数 T の値の範囲を求めよう。もう、これ、何回も見た、同じような問題見たことありますね。点 P からちょうど2本の接線を引くことができる。まあ、だから接点から考えて、接点が2個あるよと。これでいけるわけですよね。まあ、接点の座標、まあ、T0 使われちゃってるんで、じゃあ S とかしましょうか。S、ルート S プラスルート S 分の2ってすると、まあ、S が0より大きくて、この点における接線っていうのが、y イコール、まあ、微分した関数ここで出てるので、2S ルート S 分の S 引く2、括弧 x マイナス S プラス、ルート S プラスルート S 分の2と、これが、接線だから、点 P、T0 を通るっていうことを使ってあげて、0と T を入れてあげると。そうしたら、まあ、ルート S でかけることによって、ここが S になって、もう一回 2S かけるか。2S かけると、2S2 乗足す 4S になって、これ S の二次関数になりますね。はい。まあ、S について解いてあげると、2S2 乗引く S2 乗だから、S2 乗、2次の係数は1、1次の係数は TS 足す 2S 足す 4S。だから TS 足す 6S。T 足す6ですね。で、定数項がマイナス 2T だけかな。はい。これが、まあ、S についての二次方程式。これが何かというと、接点ですよね。接点。接点の個数。で、S が0より大きくなきゃいけないので、結局、2本の接線を引くことができるということは、まあ、接点が2個。すなわち、これを満たす S が2個。だから、解の配置問題に帰着できますね。まず、単点 F0 イコールマイナス 2T。これが0より大きくなきゃいけなくて、かつ、まあ、判別式。T2 乗足す 12T 足す36。これの2乗引く 4S。だから、足す 8T か。だから 12t の部分が 20t になって、これが0より大きい。これ因数分解できますね。ということで、まあ、マイナス 2t が正ってことは t が負なわけだから、負なわけだからって言っても関係ないか。t がマイナス18より大きい、またはマイナス2より大きいと。で、軸が、マイナス2分の t プラス6。これが正。っていうことは、t がマイナス6より小さいか。はい。この3つ合わせてあげれば、マイナス6より小さいっていうことで、この部分が消えて、
これに吸収されるから答え T 小なりマイナス18というふうになるわけですね。まあこれはもう何回も何回も見た話ですね。まあ一応ね、本当はね、共通接線とか考えなきゃいけないわけですよ。例えば4次関数とかだったら、まあこういうふうに共通接線が出てくるわけじゃないですか。だから接点の個数と接線の本数が1対1対応にならない場合もあり得るんですけど、まあ数算においてそんなことはまず考えなくても大丈夫っていうのは、まあよく言われてることです。まあ一応これ、そうだな、グラフ書いてみたときに極小値があって、で、x が無限の時ルート x に近づくから、変極点が1個ですよね。変極点が1個の場合っていうのは、まあ共通接線を持たないっていうことが知られてるので、まあそれで、このね、t 小なりマイナス18で合ってるなーっていうことも言えるわけですね。で、カッコ3番が、カッコ2において c の2つの接点の x 座標をアルファベータとする。うん。アルファベータが共に整数であるような、をいきなりの整数問題ですね。ような組、アルファベータをすべて求めようと。まあだから、このアルファベータって何かって言ったら、この二次方程式の解なわけですよ。この二次方程式の2解が整数であるようなアルファベータを求めてくださいってことは、まあ、2解を求めてくださいってことは、これは解と係数の関係を使う、もう定番問題ですね。2解がアルファベータだから、アルファプラスベータっていうのが、マイナス t 引く6。で、アルファベータがマイナス 2t と。ここから t を消去してあげればよくて、2倍して差を取ればいい。まあ、2倍すると、マイナス 2t 引く12。なって、下から上引くと、アルファ引く2、ベータ引く2っていう風に、左辺が因数分解できる形になって、イコール12か。だから足す4すればいいから、イコール16と。で、アルファ、ベータは、まあ、共に正なので、アルファ引く2、ベータ引く2は、まあ、共にマイナス2より大きいわけですよね。これに注意してあげると、あとアルファとベータの代償関係もここにありますもんね。だから、18か2、116か28かだけですね。116か28か。ということで、アルファ、ベータはって言われたら、38か、40か。うん。まあ、これはもう、ザ、定番問題。もう徹底演習講座の基本問題で扱ってる問題なので、まあ別に難しいことはないですかね。とはいえ、まあこのカッコ1、カッコ2、カッコ3、正確にね、まあ例えば二次方程式の解の配置問題との融合だったり、整数問題だったり、いろんな分野のね、基本的な内容っていうのは聞けるので、まあかなりいい問題ですね。では続いて、第2問。複素数平面かなの問題ですね。C を1より大きい実数とする。またを虚数単位として、このように置きますよと。複素数 z に対して、pz がこれで qz がこれ、なんか形汚なと定める。で、括弧1番が、方程式 pz イコール0を満たす複素数 z をすべて求め、それらを複素数平面上に図示せよ。まあ3次関数を解いてあげなさいっていう問題ですか。まあよくわかんないけど、どうせ因数分解できるんでしょ。どうせ因数分解できないと解けないんだから。まあ、1、プラスマイナス1とかプラスマイナス c とか入れてみればいいんだけど、1だったら、マイナス2足す2足す c 引く c。あ、てか、これ c が消えないと話にならないですね。c って実数なわけだから、c がうまく消えるように、まあ、考えなきゃいけない。cz 引く c が、どうせ0になるんだなって考えたら、z イコール1で因数分解できることは、容易に想像つきましたね。よっしゃ。じゃあ、割っていくと、z2 乗引く 2z、足す c か。はい。ということで z が1と1プラスマイナスルート1マイナス c か。で、c が1より大きい実数だから1マイナス c は負と。だからここがルート c 引く 1i。この3つが答えになって、複素数平面に図示してあげると、1と1プラスマイナスルート c マイナス 1i。だからここがルート c マイナス 1i で、ここがマイナスルート c マイナス 1i。点点点。点点点。だからこの3点ですね。1、2、3と。まあ、カッコ1はね、どうせ因数分解できるんでしょっていうことが分かってれば、まあ、問題なく解けますね。で、カッコ2が、方程式 qz イコール0を満たす複素数 z のうち、実部が最大のものを求めよう。まあ、どうせ因数分解できるんでしょ ?z の3次関数だから。っていうのと、まあ、アルファの7乗、アルファの6乗って出てきてるけど、アルファってどういうものかって言ったら、ルート2分の1マイナス i。だから、ルート2分の1、ここか、ここですね。ということで、アルファの4乗がマイナス1っていうのを使ってあげれば、ここが、アルファの3乗に変わって、ここがマイナス3アルファの2乗に変わるのか。そしたら、まあ、アルファ3乗 Z、3乗アルファ2乗 Z。まあ、アルファ Z を塊として置きたくなって、そうしたら PZ と一緒になるんじゃん。はい、QZ が P アルファ Z ってことか。うん。
見かけ倒しでしたね。なんかアルファ7乗やだなと思ったけど、アルファ考えてあげるとアルファ40イコールマイナス1っていうのがわかるから見かけ倒し。まあなんかね、パッと見難しそうでも大学入試の問題ってどうせ解けるようにできてるんですよ。これはもう徹底基礎講座でも口酸っぱく言ってることなんですけど、どうせ解けるようにできてるんだから、まあうまくいくようにね、変形してあげてねっていう話です。 Pα z だから結局、これイコール0ってことは α z が1か1プラスマイナスルート c マイナス 1i っていう風になればいいよと。まあ、この3点になればいいよと。だから z っていうのはこれに α を割ったもの、だから45度回転させたものですよね。こいつをくるっと45度ずつ回転させたものっていう風になるから、まあ、結局、まあ、この直線がこの直線にずれてペンペンペンと、一番なんだっけ、実部が最大のもの、だから結局こいつだね。こいつを45度回転させたものっていうのを考えてあげればいいわけだから、求めたいものは 1-√c-1i っていうものに対してルート2分の1プラス i っていうのをかければいいわけだね。答えはルート2分の、1足すルート c-1、 これが実部で、虚部がプラス、1-√c-1i か。はい、こんな感じですね。まあ、括弧2番、一見したらすごいなんかごちゃごちゃしてるけど見かけ倒しだったっていうことです。では続いて括弧3番、複素数 z についての2つの方程式 pz イコール0 qz イコール0は共通解 β を持つとする、その時の c の値と β を求めようと。まあこれはね、括弧1はの3回っていうのが、まあ、この3つっていうことが分かって、で qz イコール0の3回っていうのはこれを45度回転させたものですよね。でまあ実部が1になるものって言ったらこれしかありえないのか。だから結局括弧2で求めたこいつが1プラスルート c-1i と等しくなればいいのかな。はたまたこれここが 22.5 度っていうふうに考えればいいですかね。22.5 度、45度回転させてここにたどり着いてほしいわけだから 22.5 度っていう風に考えてもいけそうですね。まあどっちでもいい、うん。ルート2分の1プラスルート c マイナス1が1っていうのを解いてあげれば、ルート c 引く1がルート2引く1だから2乗して1移行すれば、3引く2ルート2足す1だから4引く2ルート2で、ベータも求めたい。ベータってどこだ。ベータは共通解か。共通解はこいつだ。共通解は1足すルート c 引く 1i、 あ、ルート c 引く1こいつだね。だからルート2引く 1i か。はい、これがベータ。うん、まあ見かけ倒しの問題でしたね。この複素数平面のポイントっていうのはちゃんとね、図形的に考えてあげると。まあでもこの問題もね、結構差がつきそうな問題だなーっていう印象ですね。 qz が複雑だからね、これ明らかすぎて困りますね。え、何が言いたいかっていうと p の m 乗を、はい、よかった、完全に消えてくれました。まあこれ正直消えなきゃ困るんですよ。だって、ということで、無事全問正解することができました。イエーイ。いや、よかったですね。まあ、非常にいい問題が多かったですね。まあ、結構差がつきそうだなーっていう、まあ、思考力を問う問題も多かったんですけど、まあ、とはいえ、まあ、やっぱり徹底基礎講座のね、思考プロセスっていうのがしっかりと入ってれば、まあ、全然満点狙えるセットだったかなーっていうふうに思いますね。もうここ最近ね、両問を解けば解くほど、あれこれ徹底基礎講座でやったやつだ。徹底基礎講座の思考プロセスをなぞれば、まあ、全部解けるなみたいな感じで、両問にね、触れるからこそわかる、まあ、徹底基礎講座の良さっていうのを、まあ、実感してるなっていうふうに思います。まあ、僕のね、数学力のエッセンスがギュッと詰まった、もう最強の講座になってますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。まだまだね、宮廷大の実況プレイの方もやっていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。